イツっていうのは本物あいつか、やつやあいつかんっていうのが、はい、乳成分が乳脂肪が入ってないことが多いんで、なるべく、まあ、いわゆる甘いのも欲しいけど、まあ、味がないのもね、氷加減いいじゃんってことになる。だから、まあ、多少味がついてて乳脂肪がないやつっていうか、乳脂肪っていうか、まあ、まあミルクっぽいのがね、ミルクっぽいのが入ってると、まあ美味しいんだけど、まあ、それはまあご褒美だとか言うけど、毎日食ってたらそれは砂糖、お砂糖と油って仲良しだって、みんなもうアンドリュー・ワイルドの本を読まなくても分かると思うんだけど、まあ、体の中にずっと居続けたがるような油分がね、砂糖と油が一緒に取っちゃうとさ、だから俺もうかなりドカンともうお腹がもうポコッとなるタイプだったので、あのこの帽子、これ俺タツノコプロのファンだからさって言うわけでもないんだけど、あのハマトラファッションっていうのが実はあるらしいっていう言うのは知ってたんだけど、よく分かってなかったのね。ハマトラファッションか、ハマトラなのにタツの落とし子なのかと思ってな、タツってと竜かなとか、竜だけど虎なのかな、いやそれ何の虎なの、スマトラトラなのかなとか、その発音がね、もうスマトラトラって発音しにくいな、スマトラトラなのかなとか思ったんだけど、まああのハマトラって一体なんだろうとか思って、まあ中華街ではないけど横浜の本町とか、まあそこら辺に、まあお店があるショップの帽子の昔から老舗のとこで、そんなに安くないし、まあ国産っていうか、まあ横浜発信の、あんまり外資っていうか、まあ外資もあるのかもしれないけど、まあ特別にアメリカのとことか、まあどっかヨーロッパのどっかのスポーツメーカーとかいうわけじゃなくて、まあ近場のあのファッションの中では、ファッションというかアパレル業界の中では国内で賄ってるし、刺繍が得意なとこなのかなとかとも思ったけど、まあそれだけでもなさそうだし、まあ全体的に値段高くて帽子しか買えなかったし、まあ俺も着る服に合わせてどれ選ぶかとか思ったら、まあこの値段のポロシャツとかをたくさん買うわけにいかないし、どれにでも合わせれるっていうと、まあベースボールキャップかなと思ったんで、まあ色はいろいろあるけど、あと2種類ぐらいあったけど、まあこれにしたけど、ワッペンでもよかったかなと思って、まあ他のマークのつけた、このタツノオトシゴつけたかったりして、タツノオトシゴのスープっていうのがあるらしくて、そんなもんがあるんだとか思って、いやそれ高級らしいんだけど、まあタツノオトシゴか、まあエビみたいな出汁なのかな、どんな出汁が出るのかなとか、エキスとかさ、まあエッセンスかな、まあエッセンスやるから、まあタツノオトシゴのスープっていうか、そのタツノオトシゴの出汁の料理っていうのは高級品らしいんだけど、まあそんなにたくさん取れるもんでもないし、結構南の方のアジアでもちょっとあんまり冷たい水にはいないのかなとか思うけど、いるのかもしれないし分かんないけど、タツノオトシゴ食べる文化かと思って、まあ中華料理では高級料理らしいんだけど、まあとりあえず福蔵っていうね、ハマトラファッションっていうのは、いわゆる ID ロックって言ったら、まあ、昔から年配の人が分かるかな、 ID ロック、うちのあいつとか ID ロックだったんだよな、床屋だから一応なんかそれなりにカッコつけなきゃいけないのかなっていうのは親父の中であったらしくて、 ID ロック若い時はしてたらしいんだけど、まあ俺はアメリカ合衆国では、あの
ャズマンがしてたような格好をモータウンサウンドっていうか、まあいわゆるモータウンの60年代とかのミュージシャンが着てたような格好を、またそれを真似したイギリスのモッドのやつら、モッツのやつら、モッツファッションのやつらみたいな、まあ、ルーツを例えば、まあ、アメリカのジャズメンが元なんだけど、ジャズの好きな人たちの格好が元だから、まあ、アメリカかイギリスかの論争については、まあ、いわゆる黒人文化の格好がルーツっていうのは、アフリカンアメリカのね、まあ、それジャズのがルーツっていうのは、だから、モッツっていうのは、俺のことを指さして、モッツだとかモッドだとか言われても、お前モッドなのか、それともロックンロールなのかっていう論争以前に、ビバップだっていうの、ビバップっていうか、いわゆるビートニックっていう、ビートニック世代だっていう、いわゆるジャズが好きな世代で、まあアフリカアメリカンじゃないジャズが好きな世代っていうのはビートニック世代なんで、まあビートニック世代ではないけど、俺の聞く音楽の傾向っていうのはビートニックなんだよ。だからビートの入ってる音楽好きだよね。だからまあビートなくても聴ける音楽もあるけど、基本的に退屈でしょうがないっていうか、うちの田舎では俺が中学生の頃はまだ FM ラジオっていうのが、多分ね、民放の FM ラジオなかったんだよね、岡山県っていう、関西ではないのよ、岡山県は関西地方ではないから、はっきり言っておくけど、中四国地方っていう、まあ、広島とかの言葉に近いから、まあ、山口県に1回行ったことあるけど、1回しか行ったことないんだよ、山口県って。山口県はちょっと似てるじゃん、言葉とかね。だから関西弁喋るのすごい難しいっていうかさ、関西行っても多分浮いちゃうと思う。まあ俺が関東来ても浮いてるとは思うけど、関東って出稼ぎの人多いから、まあ出稼ぎに来た田舎者がなんか関東言葉らしきことを一生懸命喋ってるのかなみたいな、そういう喋り方だと思うし、他の地方の人たちの関東弁を喋ろうとしている標準語もどきを真似したり、っていうか、つられてし、イントネーションついたりするから、まあ俺の発音が東北っぽかったりもするかもしれないし、まあね、わかんないよね、どこのイントネーションがあるのって言うと、関西かなり薄そうだなっていう、大阪、京都、奈良、兵庫、もうだいぶ違うかなっていうのは多分関西弁よりは直しやすいっていうか、こんくらいにはなるんじゃないかなとは思うよ。標準語ではないけど、全く江戸弁でもないし、江戸っ子なまりでもないし、田舎者が出稼ぎに来て関東言葉しゃべってるみたいな、そういう発音だと思うから、一生懸命強制しようとしてんだろうなって、まあ地元の人っていうか関東の人は見ちゃうんじゃないの。で、関東の中でも地方によって違うからね。マイフェアレディってさ、オードリー・ヘップバーンが出る映画があるじゃん。まあ普通オードリー・ヘップバーン名店で見るんだけど、俺最近記憶に残ってることっていうと、なんていうの、恋愛感情ねえふりして、実は結構手玉に取ってんのか取られてんのか分かんねえような、言語学者の教授がいるやん。で、あいつっていうのはロンドン市内の中でもどこら辺の南の方とかさ、もう街まで当てて、街の通りまで当てるぐらい、ロンドンの市内の鉛ね、ロンドン鉛でもコックリーっていうのは東の方だけど、東の方だけじゃない、西の方の鉛もあったり南の方もあったり、もう通り、もういわゆるもう通りの番地まで当てちゃうぐらいの言語学者のやつが登場する映画だったよなと思って、まあ俺は岡山県の倉敷市っていう出身なんだけど、親父とおふくろは、まあ俺が子供の時には倉敷市の人間じゃなかったっていうか、いや今はそこは倉敷市に合併されてるから、
倉敷市になってるんだけど、昔は玉島市と水島市っていうところがあって、そこは今倉敷市になってるんだけど、あと小島市とか、倉敷市は九州合併されてかなり大きくなってるけど、昔とだいぶ領土が違うんだ。でまあ俺が35年前東京行った頃にも神奈川県のやつだったから、神奈川県の友達があの町田の話をしてたので、ね、一緒に山梨かどっか現場で行った時に、旅館の親父さんがあのバタフライっていうか蝶々のコレクターで、ああ面白い旅館だな、こんなに蝶々の標本あるよって、だいぶホルマリン注射したなと思って、だいぶ動物逆説だなとか思ったんだけど、まあ貴重な標本がたくさん並んでんだよ。であの横須賀にはトンボ博物館みたいな、トンボの里だっかな、なんかあるんだよね。まだ行ってないんだけど、もうしばらくしたら行こうかな。ちょっと暑すぎてあっこまで歩いてくるの大変だよねとか思って、まあいろいろ考えてんだけど、バスで行けばいいじゃんとかあるんだけど、まあその炎天下さ、普通の距離同じ距離歩いてもさ、寒い時と暑い時って消耗する体力違うもんね。だからあんまりこう炎天下にめちゃくちゃ消耗するだけのために移動したくないっていうかさ、移動は移動だからさ、まあ移動ついでに運動ができればいいなとは思うけど、冬の消耗と全然違う消耗しそうだからさ、水分からさ、カロリーから全然違う、もう体力からさ、心身疲れ果てるような消耗の仕方したくないよね。この暑さで異常だからさ、子どもの頃のあの温度じゃないじゃん、気温じゃ。どこに移動日本国有よね。だから、まああんまり無理はしない。どうでもいい話。何の話してたの？あ、トンボ博物館、トンボの里かな。あそこ行ってみて。俺、あの前、横須賀に引っ越して前のアパートがあるけど、前のアパートの近くでも、鬼山発見したんだよ。横須賀って、鬼山いますねって、あのタクシーの運転手さんに言ったら、あ、鬼山見たとか言って、さんにとっても意外ともう珍しい存在で、うちの田舎で鬼山めったに見れない。塩辛トンボはよく見るけど、赤トンボはね、たまに見るんだけど季節によって。でもかろうじて鬼山生き残ってるか生息してそうだよ。こんなでっかいのがいたよ、これトンボね。蝶々の標本がたくさんある温泉の話だって。ごめんごめん、話がすり替わっちゃった。領土問題、この山梨の現場っていうか、まあ、工場現場だったんだけど、そこの、あの宿舎っていうかさ、まあ、用意された泊まる旅館が、
植民地ですよねとか言って、まあ実は神奈川県だったり東京都だったり来てた時期が何遍かあるらしくて、もう国土分は何十年かは東京都じゃん。だけど岡君は俺と同世代なんだけど、岡君の記憶では町田ってところは神奈川県だった時期があったらしいんだよ。でまあ何遍こう領土問題じゃないけど、まあ、膨大っていうかさ、県境のこの九州合併がどう変わっていったかの経緯は全然あんまり検索するしかないんだけど、スマートフォンで、まあ、あんま詳しい経緯は知らないから、昔の事情はね。だから神奈川県の若い人にとっても町田って東京じゃんとか言うやつがほとんどだから、まあ昔神奈川県だったってことを知ってるのをかなり俺らより上の年代の人なんだろうなとは思うんだけど、なんとなく記憶に残ってたから、ああ大沢だしなと思って、町田市の、まあそれはいいんだけど、その話だ、まあいいんだけど、まあそういう感じで入試法がない猫だとか、光もんだとか言っちゃうのは失礼に当たるんだけど、大阪のねその、何それっていう感じが、まあパートナーシップ逆説パートナーシップオートマティックパラドックスとか逆説してんじゃんとか言って、オートマティックなんだっけ、パラドックスがオートマティックパラドックスするんじゃんとか言って、それは動物逆説なのか、それともパートナーシップ逆説なのか、オートマティックパラドックスなのかっていう、まあそういうつもりはないんだけど、まあちょっと擬人化しちゃったりとか擬態化しちゃした時に、可愛いペットで言うときに意外とあんまり金魚とか光物の子サーマーとかイワシとかいうよりもうちょっと違うの好きそうだなとか思ってあんまり猫ちゃんはまあ可愛いとは思うけど、たまにテレビで見るぐらいならいいから、ずっと一緒にいたいなって思うと、そんな感じかもしれない。なんか憎めないタイプやったりいいよねって思って、やっぱ大好き